では今回のこの種目に参加するキャラクターをご紹介しましょう。赤組とっくり宮崎県ムーちゃん、タモくん、ゴーちゃん、白餅くん、つつみ、イナピー、ララ、寿司丸、マッキー、オケワンコ、そしてミナモ、赤組の皆さんです。大きな拍手お願いします。どうぞアテンドの方もどうぞ一度、フロアからちょっと出ていただく形になりますね。続いて白組さんがキャラクターたちは岡山の挨拶地蔵、一味トトマル、カイくん、キャベゾウ、トッキー、トマシーナちゃん、イエアスくん、喋るね、シンペイ、シズナーミ、イワくん、以上白組のキャラクターです。大きな拍手。それではここから行う競技なんですが、棒取りの競技です。今真ん中に5本の棒が置かれていますね。 1,2,3,4,5 この棒を自分たちの陣営まで持ってきてください。綱引きとは違う棒取りです。この棒を取り合っていただきます。じゃあどんな感じなのか、ちょっといなりにもう一度デモンストレーションしてもらいたいと思いますので、いなりにどうぞ大きな拍手お願いいたします。じゃあいなり、いいですか、準備よろしいですか。じゃあ笛とともに用意スタート、音楽がかかりますので、そちらじゃあ彼らと対決していただく形になりますね。それでは大取りデモンストレーション、いなりよろしくお願いします。こちらから実況しながらお届けしていきたいと思います。キャラクターの皆さん準備よろしいですか。お客様準備よろしいですか。それぞれ好きなキャラクターを叫んでいただきながら頑張れとお願いいたします。それでは行きましょう。
仕切り直しをしたいと思います。いいですか、4対1です。なのでここで勝とうと思ったら5本全部白組の皆さんが取ってこないといけない。さっきさっきキムピーずるかったよね。いきなり持ってってこうやってスチャッて向こう行ったけどもね。でもそっちにもスリムタイプいるけど、あっちに一番奥に岡田山が。お互いのスリムタイプのキャラクターたちが肝になってくるので、ね、それでは行きたいと思います。いいですか、第2回戦よーい。バカチチ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 、いきますよ、第2回戦よーい、スタート。ここから